こんにちは、プロトリフチャンネルです。綺麗な先端部ピンクの植物です。カラーリーフとしても使えます。これ金目餅の品種でラディアントという名前がついています。金目餅というと新芽が出てきた時に赤いレッドロビンというのが代表的な品種ですが、こちらは新芽出てきた時ピンクの品種ということで、金目餅もまた新たに花の色ではなく葉っぱの色の幅が広がってきています。お日様大好きな植物ですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は特別与えなくても大丈夫ですが、春と秋には緩効性の置くような肥料をやってやるとどんどんと大きくなってきます。新芽の伸びる時だけがピンクで、あとはだんだんと色が白っぽく最後は緑になってくるということですから、まあ花を楽しむというよりは葉っぱの色合いを楽しむのであれば、豆に刈り込んでピンクの葉の色を楽しんでみてはいかがかなというふうに思います。面白い植物なので、ぜひ育ててみてください。